通土寺は、大韓民国継承南道両山市下北面、霊州山の南麓にある仏教寺院。韓国仏教の最大勢力宗派である、宗慶宗の寺院で、美穂寺院や五大僧林に名を連ねる。また、宗慶宗の第十五教区本寺。宗賢寺の宗派は、戒律宗だった。仏舎利が安置されていることから、仏だから寺説とも呼ばれる。なお、 仏舎利は階段に収められているが、本堂の仏壇には仏像がない。後方の窓を通じ、仏舎利が収められている階段を拝む配置になっている。白木の僧である地蔵が、唐で仏法を修行して帰国した後、646年に、全徳女王の命令により創建したと、三国維持は伝える。地蔵は唐からの帰国の際に、仏舎利と袈裟を持ち帰り、 仏舎利を階段に収めたと伝えられている。李氏朝鮮の時代、大僧による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に、総慶宗の領収通度寺という名前がある。しかし、清宗による1424年の仏教弾圧の際、存続を許された36寺院の中に、名前がなく、廃寺になったようである。その後、復興したが、 文禄、慶長の役の際に消失した。昭雲大使によって1603年に再建され、友雲によって1641年に再建された。日本統治時代の1911年、寺説令施行規則によって、朝鮮三十本山に指定された。通土寺は、高麗時代に造成された多くの石造物を有する、ことも、特徴となっている。 ありがとうございます。